はい、こんにちは。国語を始めます。今日はね、ことわざです。ことわざ、聞いたことありますね。ことわざね、やっていきたいと思います。ことわざもね、いっぱいあるので、しっかりね、覚えてください。今日ね、出てくるのはそれのね、ほんの一例なんでね、これはね、本当によく出てくるので、しっかり覚えてください。まずね、そもそもことわざって何かって言ったら、昔から人々の生活を通して言い習わされてきた言葉ね。まあ、経験で、ね、昔の人の経験から、こういうことはこういうことだよみたいな感じでね、まあ、教える、諭すようなね、そういう言葉になります。いいでしょうか。はい、でね、今日はね、ずっとね、問題を解きながらやっていきます。いいですか。次のカッコに当てはまる記号を選び、ことわざを完成させます。ね、向こうにあいうえおかってあるんですね。この中から記号から選んでね、それぞれことわざを完成させてください。いいですか。この青字で書いてあるのは意味です。いいですか。これもね、参考にして、ね、選ぶようにしてください。いいでしょうか。ね、分からなかったらね、しっかり自分でね、調べて解いてくださいね。いいでしょうか。はい、ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。中心やっていきたいと思います。はい、まず1番、何々の上にも3年、辛抱強ければ必ず成し遂げられるね。ずっと我慢してずっとね、やってたら必ずね、なんかね、ことがやる、できることがね、成し遂げられるっていうんですが、これは意志です。意志、いいですか、ね、石の上にも3年ね、石の上にも3年なので、おになります。ね。お。おになります。石の上にも3年。ね。次。急がば何々。急いでるときほど落ち着いてやりなさいということですね。ね。急いでるときに、ね。自分も急いでね、行動したら危ないのでね。急いでるときほど落ち着いて行動しなさいっていうね。これは急がば回れです、ね、回れなのでうです。いいですか。急がば回れ、ね、そういうふうに言います。いいでしょうか。続いてこれね、百聞って言うの。百聞は何々にしかず、ね、話で聞くよりも自分の目で見た方がわかる、ね、これはね、百聞は一見にしかずね、一見にしかず、あーですね。要するに100分というのはね、まあ、100回聞くということですね。100回聞くよりも1回見た方が、まあ、確実だということですね。そういうことです。いいでしょうか、ね、次、何々の道も一歩から、ね、大きな計画もまずは小さいことから始める、ね、いきなりね、大きいことをができるわけじゃないんですね。小さいことの積み重ねで大きいことができるっていうことですね。そういうふうにコツコツやりなさいよっていう意味です。いいですか。これは千里の道も一歩からです。いいですか、ね、千里っていうのはね、里っていうのはね、昔のね、距離の単位です。今でいうところのね、センチメートルとかメートルとか言いますね。そういうのと同じように長さの単位でね、昔は何里っていう単位がありました。それでね、千里っていうふうになります。なのでこれはかですね。千里の道も一歩か、ね、こういうふうになります。次、転ばぬ先のなんとか、ことをする前には十分注意することが大切、ね、用心しなさいよってことですね。これは転ばぬ先の杖です。杖、ね、なのでえい、ね、転ばぬ先の杖、ことをする前には十分に注意することが大切ですね。こういうふうになります。いいでしょうか。これね、ことわざと意味セットでちゃんと覚えてくださいね。石の上にも3年、急がば回れ、百聞は一見にしかず、千里の道も一歩から、転ばぬ先の杖、ね、それぞれ、ね、どういう意味なのかっていうのもしっかりね、理解するようにしてください。最初にも言いましたがね、
今日ね、問題に出てくることわざはね、本当に基本中の基本、テストにね、よく出てくるやつなので、しっかり覚えるようにしてください。いいでしょうか。はい。ではね、次いきたいと思います。はい、次も問題です。次はね、記号で選ぶんではないです。次の括弧に動物の名前を入れてことわざを完成させなさい。ね、問題にね、大ヒントが書いてあるんですね。動物の名前を入れてくださいってことです。いいですか？ね、それぞれ、ね、何々も木から落ちる、何々の耳に念仏、何々の甲より年の甲、取らぬなんとかの川残葉、脳ある何々は爪をかぶす、立つ何々、後を濁す、胃の中の何々、大会を知らず、ね、これ大会、ね、大きな動きですね、大会を知らず、それぞれね、カッコに当てはまる動物の名前ね、ありますね、犬とか猫とかありますね、そういう名を入れてことわざを完成させてください。いいでしょうか。漢字でね、書けなくていいんでね、いいでしょうかね。はい、ではね、これも自分の力で解いてみてください。では、地面、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まずね、1番、何々も木から落ちる、上手な人も失敗することがあるね、これは猿です。まあ、漢字でね、書けた人は漢字で書いたいんですが、猿も木から落ちるね、いいですか、これを覚えてくださいね。次、助言しても効き目がない、助言ってもアドバイスとか中国ですね、アドバイスをしても効き目がない、これは馬の耳に念仏です。ね、馬の耳に念仏って言います。いいですか。次、何々の子より年の子、年長者の長い経験と知恵は尊い、まあ、年長者は要するにお年寄りとかですね、お年寄りの長い経験と知恵、ね、おばあちゃんの知恵とかよく言いますね、それは、ね、大事なんですよってことですね。これは亀です。亀、亀の子より年の子、ね、いいですか。亀が、次、取らぬ何々の川残業、まだ決まってないことを当てにするね、これはタヌキです。これもね、漢字で書けたらそれでいい、ね、よりいいですが、ね、タヌキ、取らぬタヌキの川残業になります。ですか。次、能ある何々は爪を隠す、優れた人は能力をね、見せつけない、まあ、見せびらかさないということですね。本当にできる人はね、人にね、自慢とかするんじゃなくて、ね、こうこっそりするっていうかね、やるってことですね。これは鷹です。鷹ね、鳥の鷹ですね。わかりますか、鷹。これもね、漢字で書けたら、ね、漢字で書けるようにしてくださいね。鷹、能ある鷹は罪を犯す、ね、次、立つ何々、後を濁さず、立ち去るときはきれいにしておく、ね、これは立つ鳥です。ね、立つ鳥、後を濁さず、ね、いいですか、ね、こういうふうになります。次、胃の中の何々、大会を知らず、胃っていうのはね、井戸の中ですね、井戸の中の何々は大会を知らず、狭い知識にとらわれ広い世界を知らない、ね、井戸の中にいたら海っていうのはね、井戸の大きさしかわからないので、それより大きい海ってのはわかりませんね。そういうことを言っています。これはこれね、これね、カエルっていう字なんですね。カエルと書いて、カワズと読みます。いいですか。カエルと書いて、カワズと読みます。井の中のカワズ、大会を知ります。カエルのことです。いいですかね。7番ちょっとね、難しかったですね。カワズ、カエルのことです。いいでしょう。ね、どうですかね。できましたかね。こういうふうにね、動物の名前が入ることわざとか、まあ、あと、体の一部が入る言葉だとかね、そういうのも結構多いんでね、しっかり覚えるようにしてください。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきたいと思います。はい、今日はね、ここでこうね、ここまでですね。いいですか、ね、次はね、まあノーヒントですね。記号でもないですし、動物の名前とかそういうのでもね、ないです、限りません。いいですか、ね、言葉を入れてことわざを完成させてください。いいですかね。
一つの文章にね、二つカッコがあるのもあります。これ同じ言葉が入るんじゃなくて違う言葉が入ります。いいですかね。これもね、しっかり注意してやってほしいと思います。まあ、漢字でね、書かなくても、ね、無理して書かなくてもいいです。いいですか？ね。いいでしょう。はい。ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、地面。はい、やめてください。どうですかね？できましたかね？ちょっと一緒やっていきたいと思います。はい。まず、なれなりの川流れ。どんな名人でも失敗することがある。ね、これは、カッパです。カッパ。カッパの川流れ。ね、まあ、空想上の生き物と言われますね。カッパの川流れ。ね、こういう風になります。次。のれんに、なれなれ星。のれんってね、よく、ね、ね、うどん屋さんとか入るときにね、くぐる布のやつですね。のれんに何押し、これは腕です。腕、ね、のれんに腕をってね、押しても、まあ何も手応えがないですね。こういうふうに手応えがないってことです、ね、のれんに腕を押しって言います。いいですか。次、何々も積もれば何々となる。小さいことも継続する、続けていったら大きなことができますよってことです。これは塵も積もれば山となる。で、塵ってね、ちっちゃい、まあ、粒ですね。塵も積もれば山となる、ね、小さいことも続けていったらいつか大きなことになりますよってことですか。次、泣きつらに何々、悪いことの上で猿に悪いことが重なる。泣きつらって泣いてる顔ってことですね。に、これは蜂です。蜂ね、刺された痛い蜂ですね。泣きつらに蜂、泣いてる上にさらに蜂で刺されたら、もうね、悪いことの上に悪いことが重なってますね。そういうふうなことになります、ね、次、何々に短し何々に長し、これちょっと難しかったですね。中途半端で役に立たない。何々に使うにはちょっと短いけど、何々に使うにはちょっと長すぎるということですね。これはまあね、帯です。ね、着物の帯、わかりますかね、腰に巻くやつですね。帯に短し、ここはタスキです。タスキって聞いたことありますね。タスキがけど、タスキですね。タスキに流し。中途半端に、まあ、こうね、ここにする。ね、肩とかにかけるやつですね。タスキに流し。中途半端に役に立たない。ね、こういうふうに意味があります。これはね、日本のね、着物から来てるんですね。いいですか。はい。次は、良薬は何々に逃がし。良薬って良い薬ってことですね。これ逃がしって言ってるんですが、他人の忠告が素直に聞けない。他人のね、アドバイス、こうした方がいいよっていうようなことが素直に聞けないってことですね。これは、口です。良薬は口に逃がし。ね、こういうふうに言います。いいですかね。で、次、ね、これで最後ですね。まかぬ何々は生えぬ。ね、何もしないで良い結果を期待しているのも無駄、ね、何もしてないのにね、なんかいいことを起きるかなと思っているのはダメですよってことですね。これは種です。まかぬ種は生え、ね、まあ当たり前ですよね。種まかへんかったら何も生えませんね。そういうふうになります。いいでしょう、ね、カッパの川流れ、のれんに腕押し、塵も積もれば山となる、泣きっ面に鉢、帯に短し、たすきに流し、ようやくは口に逃がし、まかぬ種は生えない、ね、こういうふうにね、ことわざいっぱいあります。他にもいっぱいあるんでね、興味ある人は自分でね、いっぱい調べるようにしてください。いいでしょう。はい、ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。